みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もまた滝沢の楽しい音楽の授業ということで、何か音楽の面白い話をさせていただこうかなと思うんですけれども、今回のテーマは、テンションコードってこんなに面白いんだぜということについて熱く語ってみようかなと思います。で、みなさんの中でテンションコードって聞くと、理論的なこととか理屈のことを思い浮かべる方結構多いと思うんですよ。でも、この動画ではそういうのをすべてすっ飛ばしていきますので、理論的なことについて全く知らないよという方でも大丈夫です。そもそもテンションコードという言葉について知らないよという方でも全然大丈夫。とにかく、テンションコードというのはなんかすごく面白いんだなということとか、テンションコードってよくわかんないけども、こんな感じというふうにイメージを持ってもらって、興味を持ってもらうことがこの動画の目的なので、理屈的な話とか理論的な話とかはもう一切出てきません。肩肘張らずにリラックスして楽しんでいただければ、僕としては嬉しいなと思います。それでは、いきましょう。僕が今から3つコードを弾きますので、この3つのコードをむちゃくちゃ集中して聴いてほしいんですよ。むちゃくちゃ集中して聴いてください。できればイヤホンとかヘッドホンとかして、目をつむるぐらいの勢いで神経集中させて聴いてほしいんです。で、音を聞くだけで終わるだけじゃなくて、音を聞いて、その音からイメージを膨らましてほしいんですよね。で、そのイメージが色でも音でも、色でも温度でも景色でも人でも曲名でも、あと匂いとかでも何でもいいです。自分なりのイメージを聞いた音から膨らましてほしいんです。なので、何かしながらとかじゃなくて、ちょっと立ち止まって椅子に座って紅茶を飲みながら目をつむるぐらいの勢いで 100% 集中して音を聞いてみてください。今から僕が3つ、コードを弾いて、それを4周くらいゆっくりやってみます。いきます。どうでしょう。今3つコードを弾いたんですけれども、もう1回3つコードを弾いてみます。でも、次に弾く3つのコードは、今弾いた3つのコードにプラスアルファのおまけをしたコードになります。もう1回この集中をして聴いてもらっていいですか。もう確実に差がありますので、そのイメージの違い、なんかこう聞いた音の違い、色の違い、温度の違い、そういったものをですね、ちょっと比べてみてほしいんです。いきます。集中して聴いてみてください。どうでしょう。最初に弾いた3つのコードは、実はプレーンなコードでございまして、おまけを全く入れてなかったんです。で、次に弾いた3つのコードは、そのプレーンなコードに対して味付けをしたコードという感じでございました。プレーンな方、前者の方はどっちかというとストレートな感じ、直球な感じ、なんかよどみがないというか。なんかスピードで言えば、なんかそれ速いというか、なんかこう。混じりっ気のない、なんかまっすぐな響きがすると思うんですけど、どうでしょう。で、後半に弾いた3つのコードに関しては、プラスアルファのおまけのおかげで、なんかこう深みがあるというか、なんか雰囲気が広がるというか、なんか大人な感じですよね。おしゃれな感じ。なんかこの違い、わかりますでしょうか。これがそのテンションというやつでございます。最初に弾いた3つのコードがプレーンなコードで、その後半に弾いた3つのコードがテンションコードというやつなんですよ。このテンションを入れると、まあ、こんな感じのイメージがつくんですが、これはいいとか悪いとかではなくて、そういうものという感じです。直球な雰囲気を出したいときは、できるだけプレーンな感じで弾いていったほうがいいし、なんかおしゃれな感じでメローな雰囲気に行きたかったらテンションを入れたほうがいいと。そんだけの差でございます。もうちょっといってみましょう。C というコードがあります。C。ピアノで弾く場合は、ドとミとソの3和音を弾けば C コードになります。なので、弾いてみると、これが C。で、こ
この C の、C じゃないや、C のコードに対して、このドリミファソラシドの C の音を付け加えてみましょう。そうすると、C メジャーセブンというコードになります。弾いてみると、こんな感じ。プレーンな感じで弾けば、で、プラスアルファをすれば、こんな雰囲気になります。この音が一つ加わるだけで、なんか方向性は一緒なんですけども、なんか速度が変わるというか、なんかちょっとこの匂いが変わる感じがしますよね。プレーンな方だと、で、プラスアルファをすると、なんか僕はこの C の音からなんかそういう儚い雰囲気を感じ取るんですけど、皆さんはどうでしょうか。で、そのイメージがもし感じ取れたならば、それを言葉に表せなくても全然大丈夫です。そもそも言葉に表すこと自体が野暮なので、自分の中で、ああ、こういう感じというふうなイメージをつかんだら、もうそれを忘れないでください。ではでは、ちょっとこの話を続けて、本来このドミソの C コードに対して、この C の音っていうのはぶつかる音なんですよ。どういうことかと言いますと、このドの音とシの音、同時に弾いたら、こんな感じですごい不協和音に聞こえてしまうんですよね。なんか全然、これだけ聞いてもかっこよくない感じがしませんか。なんか間違えてるみたいですよね。ところがどっこい、この不協和音に聞こえる2つの音をいろんなこの音を加えてこうサポートをしてあげると、なんかすごいおしゃれに聞こえるんですよ。この音だけだと不協和音けれども、サポートを入れるとすごい深みが出たと思いませんか。同じような感じでコードチェンジをしていくと、こんな感じです。なんかおしゃれですよね。けど、その不協和音のところだけ抜粋して弾いていくとすると、なんだこれはって感じですよね。なんかすごい間違えた人っぽくないですか。けれども、その周りのサポートが入るとどういうわけか、なんかすごいまとまっておしゃれに聞こえてしまうと。で、これ今プラスアルファをしてますけれども、そのプラスアルファを取っ払ってプレーンな状態で弾けば、こんな感じの響きになります。ちょっと直球になった感じですよね。そんな感じで、一見不協和音に聞こえる音使いであっても、なんか知らないけど、おしゃれに聞こえてしまうというのが、このテンションコードの面白さでございます。で、この使い方がまた面白くて、不協和音に聞こえれば聞こえるほど、どういうわけかおしゃれに聞こえるんですよ。すごい不思議ですよね。不協和音に聞こえれば聞こえるほどおしゃれに聞こえる。例えば、この和音。聞いてどう思いますか。パッと聞いた感じ、なんかまあ普通に不協和音ですよね。全然気持ちよくないですよね。パッと日常でこの音、いきなり耳元から聞こえてきたらびっくりすると思いませんか。地震速報かみたいな感じで、そういうのは人の注意を引きつけるような、なんかこう危険なサウンドだと感じると思うんですけど、どうでしょう。普通のこれとかだったら、なんかこうメロウな感じ、なんか落ち着く感じがしますけれども、これは、むちゃくちゃ不協和音に聞こえるかと思います。けれども、この一見不協和音に聞こえる音も、流れの中でうまく使うことができると、むちゃくちゃおしゃれになるんですよ。どんな感じで使うかというと、どうしようかな。こうとか。なんかすごいおしゃれに聞こえませんか。このハズレっぷりが逆におしゃれですよね。これは全くこう外れずに、その不協和音とかも入れずに弾くと、こんな感じの響きになります。もう一回。こんな響き。でも、不協和音的なサウンドを入れて、テンションコードをすごいたくさん入れると、こんな感じになるんです。不思議ですよね。なんかこうまた
同じことを言うんですけど、なんか深みが出たというか、なんかそう奥行きが出た感じがしませんか。で、次にお話しさせていただきたいのが、そのテンションコードをいつ入れるかという話なんですよ。ああ、テンションコードってなんか面白いのはなんか分かってきたよ。なんかどういうものかも分かってきたよ。なんかおしゃれな雰囲気がするんだね。奥行きが出るんだねと。それは分かったけれども、じゃあどうやって入れればいいのというふうに皆さん思うかと思うんですが、そういう疑問を持ったときに、その理論的なことに走ること自体は全く悪いことじゃないです。むしろそれは素晴らしいことなんですけれども、僕としては、とりあえず音を出すという路線をやってみてほしいんですよね。理屈を学ぶのはもう後からでもいいです。とりあえずなんか何かしらこう適当な音を鳴らしてみるんですよ。で、それをかっこよければ、それがかっこよければ OK だし、かっこよくなかったら使わない。そんな感じです。例えば、C コードとかありますよね。で、このドミソだけでもいいんだけれども、なんかちょっと違う音を入れたいなと思ったとします。そのときに、じゃあ何の音を入れようかなと。ここからどう探ればいいかっていうと、適当です。例えば、ラの音を入れてみようかなっていう感じで。で、これが気に入れば、これはこれで OK。シの音でももちろん OK。なんかドミソにレの音を付け出しても OK。これはこれでなんか透明感があっていいですよね。けれども、例えば、ちょっとこれ際どいなと思ったならば、この音は使わない。これは綺麗な音だなと思ったら、これは採用。だからそんな感じでこう手軽に、気軽にいろんな音を付け加えていってほしいんですよね。例えば、なんか弾いてみようかな。なんかこんなのとか、なんかパッと聞いた感じ、すごいおしゃれに聞こえたかと思うんですけど、どうでしょうか。これは別に僕がその理論的な知識を使って音選びをしているわけじゃなくて、本当に適当に弾いているんですよ。で、僕はその適当も今までも何百回何百回と、何百回何千回とやってきているので、適当といってもここの音を使うといい音がするというのを知っているだけの話です。もちろんその冷静に考えればその、ね、ナインスガーとかシックスガーとかって理屈で説明することはできますが、これらの音使いはもう理論的なことから発展させたわけじゃなくて、適当に弾いて、なんかこういい響きをなんか探しているような感じです。なんかこの音にしたらいいんじゃないのかなとか。こんな感じで、すごいこの、ね、うまく弾けてる人っぽいかもしれないですけども、こんな適当なのも何百回も何百回も繰り返してきたから、こういうのができるだけなんですよ。きっかけとしては、本当に適当に音を弾いていって、かっこいい音を覚えていたというだけの話です。さすがに僕の立ち位置上、その理論的なことがわかりませんとか、これ何の音だろうね、わかんないです。なんか適当な音ですとは言えないので、ちゃんと考えれば、これはセブンスです、これはナインスですとか、これはメジャーサードですとか、これはフラットナインスですとかっていろいろ説明はできますけれども、そんなことは全く考えてないです。で、これは鍵盤の場合ですけれども、ギターの場合は全く同じ感じです。例えば Am というコードがあったとするじゃないですか。Am バラーンとオープンコードで鳴らしますよね。ボロロロンと、こういうやつ。で、この余っている小指を使って、1弦の3フレットを押さえて、こういう音にしてみてもいいし、2フレットを押さえて、っていう音にしてもいいし、人差し指でここ制覇をする感じで1フレット、1弦の1フレットを押さえて、押さえてみても面白いし、という感じで、何かしらこう適当な音を鳴らして、かっこよかったら採用、かっこよくなかったらその音は除外、もう弾かないようにする。そんな感じで、テンションコードを楽しんでいただけると嬉しいなと思います。そんな感じで、そのテンションコードを何たるか、とまではいかないですけれども、テンションコードってなんとなくこんな感じでイメージはつかめていただけたかと思うんですけれども、どうでしょうか。こんな感じでテンションコードをひたすら遊んだ後に理論を学んだりとかすると、その使える音と使えない音が、なんかこう、すごい実感レベルで、あっ、そういうことだったのねと納得することがたくさんあると思うので、僕としては理論的なことよりも、とりあえず音を出すことを楽しんでいただけると、すごく嬉しいなと思います。そんな感じで、じゃあこの動画を終わりにしましょうか。次の動画は何をお話しするかは全く決めておりませんが、まだ何か面白い音楽の話をしてみようかなと思います。それではまた次回。さようなら。